みなさん、こんにちは。33期生双葉ボール専属、姫路うららです。本日はうららスタジオという、ムービー動画配信の第13回目になりました。以前までの12回分を見てきてくださった方ありがとうございます。そして、今回を少しは楽しみに待っててくださった方いらっしゃいますでしょうか。まず今回は初めての試みでユーストリームを通して生で今撮影しています。後ほどこれをこのまま録画にしたまま YouTube で保存させていただくので皆さんには何回も見ていただけますが、生で撮影しているというのは今現在初めてのことなので、とても緊張しています。ぜひ15分という短い時間ですけどよろしくお付き合いください。またこの場所は、神田前双葉ボールの中にですね、別館といって双葉商事という部門があるんです。アパレルをしていまして、そしてそこでこのボーラーズストリートのユニフォームを作ってもらってるという関係上今別館に来ております。ちょっとなんかもううららの部屋っていう題名に変えようかっていう勢いですけど、なんかソファーなんか座っちゃったりして、でもまあちょっとちゃっかりねポスターも置いてるんですけど、ここで今日はお話しさせていただけたらと思います。今現在見てくださってる皆様ありがとうございます。そして録画を見に来てくださった皆さんよろしくお願いします。さてまず最近の話題といたしましては、先月5月29日に行われました第1回双葉ボーラーズストリートカップオープントーナメント、大変盛り上がりました。皆様ありがとうございました。今日見てくださっている皆様もかぶっているかな、たくさんの方にユーストリームを見ていただきまして、感想もいろいろいただきました。また投げてくださった選手の皆様や観戦に来てくださった皆様、台風でね雨だったんですけど本当に熱気に包まれた中でみんなすごいいい投球をしまして、本当に大成功に終わりました。おかげさまでありがとうございました。そしてまた来年もしようということになりまして、来年の5月の末日曜日にですね開催できるように第2回に向けてまた1年間頑張る次第でございます。その時は皆さんまたよろしくお付き合いください。そしてまだまだ感想をお待ちしておりますので、ぜひ双葉ボールの方にお客様のお声をお届けください。お願いします。私はもう見てくださった方いらっしゃるのでご存知と思いますけど、優勝しました初代チャンピオン岸田由香プロに270を出したのに負けまして、由香ちゃんが277で競い合ったんですけどね、最後まで残念ながら第2回戦で敗退してしまいましたけど、でも本当は悔いのない最後まで思い残すことのない投球ができて、こんな大会も珍しいなっていう終わり方でした。来年は優勝を目指して頑張りますので応援お願いします。さてこちらご覧いただきましょう。机の上にはいつもね、もうまたと思った、今また商品の紹介と思った、させて、ここ大阪やし商売人だらけですからお付き合いいただきますよ。いやでもだってね絶対いいからちょっと通販みたいになってきたけど絶対いいから、これ見て、ボーラーズストリートのタオルね、どんどんデザインが良くなるでしょ。前回のもね黒とピンクのが私すごく好きでしたけど、今回ねやっぱりね何がいいってね、ボーラーはボーリンググッズ好きでしょ。ピンも並んでるしスパッドもあるし、さらにですよアプローチのドットまでつけちゃいました。これたまらん一品となってます。明日から販売予定ですね。日にちで言うと、6月の、10日発売予定です。同じく明日発売がこちらです。双葉ボーラーズストリートカップオープントーナメントワッペン、参加できた方は持ってらっしゃいます。これのゴールドの方は参加賞ですので販売しておりませんが、観戦に来てくださった皆様にお付けしたワッペンを明日から販売させていただくことになりました。こちらも合わせて双葉プロショップオンラインで販売しております。今回はここにアドレスを出そうと思ってもちょっと出せませんかね。録画の方で出させていただくかもしれませんけど、プロショップオンラインの方一度見に来てください。そして現在発売中のジロックス、これ先ほどねツイッターでも紹介しました。本当はねジロックスしてますかって書いたんですけど、本当はコメントはね
よくこんな顔ができたもんだなと自分で恥ずかしく思いますって書こうと思ったんです。まさかね、まさかでしょ。まあもういいんですもんこれは、はい次こんな張り切ってやってますよ。これボストカップの時も見せました。なんていうのこれ、リストバウンド、あのボーラー結構よくやってますよね。なんか汗拭いたり、まさか違う、あのバランスをこう保ったり、それとかなんかこっちにリスタイをつける人がちょっとこうブカブカで浮いちゃう時なんかに下に補強してもらったりと、いろんな使い方していただけるはずです。これ今回黒、黄色、ピンクと3色取り揃っております。前回の、双葉カップの時には出店いたしまして、その際にもうお買い求めいただいている方いらっしゃると思いますが、さらにさらにいきます。シールもういいです私はもういいんです、私の写真ほんまにね、もう本当に勘弁してほしいんです。正直もう私の写真は実は使わないでほしいんですよ。なんですけど、まあ、どうしてもねって言ってくれるので、まあ、今はもうちょっとあと何年か勘弁してお付き合いください。そして最後こちらですね、ボーラーズストリートの、ストラップで、今見えませんね多分、せっかくこう首につけてきたんですけど、襟にあのピンバッジ、そしてこれはピン、ネクタイピンでいいんですか、すいません使わないもんで、ちょっとお名前ネクタイピンで合ってますよね、ネクタイこう留めるやつは、3つともこのボストのマークとコンで作成しました。こちらもぜひご愛用ください。はい終わったよ、商品のご案内手短にしたでしょ頑張ったでしょ。だいたいここまでで5分っていう打ち合わせなんですけど、ほら、え15分やから何分、残り8分でやってます。ここにちゃんとね、あ iPhone4 ね使ってますよ、ソフトバンクの皆さん iPhone4 です。タイマー終了まであと8分あります。ここからは少しご案内させてもらった皆様にご質問いただけたらななんて思って、こちらにはあのパヤーシュの iPad です。こっちはユーストリームにつながっている、その横で見られるツイッター、そして私の手元の携帯には、私のツイッターのページから私宛にお返事くださるページを、こう両方見ながらご質問にお答えさせていただきたいと思います。よろしいですか。よし、まずはどんどんいきますね。先ほどはチャレンジありがとうございました。そうなんです、私も2時からのチャレンジを投げまして4ゲーム、この後また8時から6ゲーム投げますよ。頑張ってください、ありがとうございます。最近ツイッター始めました、ボーリング好きで浦さんのフォローさせてもらってます。初めて買ったボーリングの本もモデルが姫路プロで、それ以来応援しています、ありがとうございます。すごく嬉しいですね、やっぱりボーリングをしていなかった方が、私がきっかけでボーリングをするようになったっていう、一番なんかジーンって感動するシーンですね、ありがとうございます。次続きまして、あこれはですね、知ってますよ、ゴールドのやつ、さっきこれですね、ジロックスのシャメったやつですね、感想ですね、使い方がわからないので購入を躊躇しています。実際使ってみるともうやめられないんです、私もそうだったんですけど、けどその金具を見てるだけではちょっと使い方がピンと来られないようなので、ぜひプロボウラーたくさんの方が使ってますので、実際にすいませんちょっと見せてくださいって言ってみてください。でうちのホームページの方にも、あのプロショップオンラインですね、なんか使い方や取り付け方みたいなのがねセットで載ってますので、そちらもご覧ください。はい、楽しみに待ってます、いただきました。京都のゆなさん見てくださってますか、いつもありがとうございます。次、あ、めちゃめちゃ可愛いです、来ましたありがとうございます、また目尻下がっちゃう、嬉しいですね、なんかいくつになっても嬉しいもんですね、そう言っていただけると。はい、ここ長くしたいんですけど残念ながら次に行きます。写真入りの写真入りのツイートね、はい、もうねブログで私の写真ばっかり言っちゃってるので、もういい加減いいかなっていうところがありまして、あのためらっております、こちらこそ。でもあの嫌じゃなければまた見てやってください、お願いします。次、
怒涛のツイートラッシュ、溜まってた分の補充ですか。そうなんですよ。もうね、つぶやきたいことはね、なんぼでもあるんですけど、なかなかこう運転中だったりね、時間がなかったりとかして、なかなかつぶやけずにいますので、こうしてさせていただけるときに、早口で疲れる自分に疲れるけど、もう時間がですね、ちょっと待ってくださいよ、あと5分切りました。早いね、15分。この準備のためにこの何時間めっちゃかけたのに、もうあっという間に15分終わっちゃいますよ。今日が生うららスタジオの日でしたよ。見てくださってますか。ありがとうございます。ジャパネットうららね、私もそう思った。そうでしょ、ちょっと参考にしてる部分あるよね私いや決して見てないんですけど、あ、見てますよ、ありがとうございます。スタッフ後ろのパネルのテカリ直して、テカってるってよ。これもうちょっと起こせばいいんじゃない。あかんのかな、寝かそっか、寝かしてみようかな。テカってますか、まぶしいまぶしい。あ、ごめん、ちょっと松村さんにしてもらっていい、すいませんね。それから、あ、おしゃれ、これはゲットできます。グッズの件ですね、ぜひご購入ください。リラックスして頑張、大丈夫です。お、ジュニー来たね。さ、ボールゲットしたジュニーですね。うららちゃんに質問、ボール箱出しの時注意することありますか。箱出しの時、これはどういう意味でしょう箱から出す時に注意して持ち上げてくださいってことですか決してこういうガラスの机の上に置かないでください、割れますから、ガラスの机、そういうことじゃなくて、番手のことかな、表面の。大体ね、ボールメーカーの人がより良い番手で仕上げてますので、できるだけ表面はまずそのまま使っていただいて、どうしてもイメージに合わない時だけポリッシュしたり、サンディングしたりってしてみてください。そういうことでいいのかな。次、失敗しないオーラ送っておきます、お願いします。あと3分です。本当に意外と時間がないもので、びっくりしております。もしかして持て余すんじゃないかなと思ってたんですけど、こんなに早口で喋ってもまだ足りないっていうね。ありがとうございます、皆さんのご質問のおかげです、ありがとうございます。今日の調子はいかがですか。なんや、知ってるくせに。これ石田さん、あ、言っちゃった、いいのかな負けたんですよ私はね、彼に。悪かったですよ、お昼はドマイナスでしたからね。もうすごい12名でしたっけ、負けましたよ。夜その分頑張りますから、夜の皆さん覚悟しておいてください。はい、姫路ロックス、うまいこと言った、それにしよう、次から姫路ロックスにしよう。ボーリングシューズ買う時のポイントはありますか。もうね、質問してくれたけど私に今日買ったから答えない、もう自分で考えてもしくは他の人に聞いて、もう怒らした粗食だそうですが、今日の朝からのメニュー何ですか。聞いてくれる、聞いてくれる、私の朝からのメニュー。朝パン、なんかこんなパン一つで、さっきこんなおにぎり2個、ほらこれなんですかね、僕前に食事を出してくれないと食べれないみたいななんかこだわりのわがままなんか自分でこう買いに行ったりとか、なんかどうもね恥ずかしいんですよ、なんか食欲を満たす自分っていうのがすごく恥ずかしくて、ちょっとこの件については長くなるので、また今度、はい、やりましょう。はい、 1時間番組にしたいです、ぜひそのようにしてください。そろそろ時間がやってまいりました、1分です、残り。ご質問いっぱいいただいちゃったかもしれないのにすいません。では最後は来月からの意気込みで締めてもよろしいですかもっと喋りたかった。これ誰が15分って決めたんなんで15分って決めたん。 YouTube で録画できる時間だから、そうやってね声出さへんから、まるで私一人みたいにね。さ、ここ3人いるんですよ、いつも通りね、3人いるんですけど、残念ながら一人で喋ってるみたいですね。いつもよく喋るなと思います、我ながら。お付き合いいただきましてありがとうございます。残念ながら残り40秒となりました。ここで来月からの抱負を語って終了させていただきたいと思います。7月は千葉女子オープン、そしてビッグボックス東大和カップ、そして、神戸六甲クイーンズと、今までたまってたトーナメントが3本ダダダッと続きます。私の今年の目標はもちろんランキングトップです。帰り咲くぞ
っていうか去年の4位も良かったんですけどね。でもやっぱりいい成績でテレビで放送しているのを見てもらったりで、おめでとうゆいに会いに来てくれたりという中で、私のボーリング生活が成り立って